はいどうも、なおちんです。本日も妖怪学園 YYY 学園生活やっていきます。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではやっていきましょう。今日は新しいクエストですね。 N の陰謀、生徒会からの SOS やっていきましょう。どんな話になるんだろうね。え、中に入ったのね。普通に人いるんだけど大丈夫なの？普通に人がいたんですけどね。どういうことだ？人質取られたんじゃないの？いた。あら、ずいぶん遅かったのね。生徒会長、霧隠れランタ君。貴様、散歩たちをどこへやった？さあ。どこにやったんだろう？こんな真似してただで済むとか思ってねえよな。この場で決着つけてやるぜ。あ、やるか。いやー、怖い。いやー、ここで戦闘はないはずだもんな。ワンちゃん、出番だよ。え、こいつか。何こいつ。なんかすごい圧感じる。こいつただもんじゃないっしょ。強そうだもん、確かにね。今までの敵とは全然違う。友達を紹介します。あれ、なんだっけ。最強の宇宙妖兵、ドーベルだ。おお、パチパチパチ。誰が相手だろうと関係ないぜ。ゴロミ、カムバーク。あ、ゴロミで戦うの。あたいも呼んだか。そうか、ブルームーンじゃないのか。やはり遺伝子に刻まれた本能には逆らえん。知り合いではないんだな。何？どういうことだよ。この地球上では犬は猫を追うものだとされている。我らドギー星人はこの星の犬と呼ばれている生物の遺伝子構造に近い潜在的な本能で感じ取ったんだ。この俺に勝てるはずがないとな。ゴロミはそんなにビビりじゃないぞ。ビビってまーす。ビビってるんかい。これじゃやばいよ。さて、そろそろ本題に入ろう。仲間を返してほしく砂漠エリアにあるピラミッドに。おお、えらい遠回りするね。この場でやればいいのに。アメージングセブンとやらのメダルと交換だ。あ、そうか、メダルがないと奥に入れないもんね。メダルを。我々がそれに応じるとでも。無視したいのなら別に構わんぞ。ただお前の仲間たちは実験に使われ、愉快な生き物に生まれ変わるだろうな。何？まさか。ああ、あれか。許せない。またあんなことをしようっていうのか。警告はした。連中がどうなるかはお前たち次第。待ってるぜ。地球の生意気な構造どこよ。急いでね。急がないとお友達の体が変な昆虫みたくなっちゃうかも。ここで砂漠エリアか。バイバイ。わかった。行く気ないね。なんてやつらだ。許せん。あいつらとことん腐ってるっしょ。どうしよう、このままじゃ散歩さんたちが。決まってんだろ、助けに行くぜ。もちろんだ。奴らにはこれ以上何も奪わせはしない。そうと決まればピラミッド突入の準備だ。ちょっと待って、学園長にも報告してちゃんと作戦を立てましょう。そうか、まあまあそうだね。みんなを絶対に救ってあげたい。今度だけは失敗は許されないですし。そうだな、確かに姫川さんの言う通りだ。
我々も冷静になった方がいいだろう。そうか、じゃあまずは学園長室だな。オッケー、わかった。なんだと。風紀委員会が生徒会を人質に取り、ミステリアルメダルを要求してきただと。そうなんすよ。しかも古星内は完全に宇宙人によって操られているというのか。はい、風紀委員会も来る星内の支配下にある宇宙人側の勢力となっています。これはどうしたものか。我々は学園長とピラミッドに向かうための作戦を立てるために来ました。いや、作戦って言ってもね、今回は失敗が許されません。打つ手があるなら全て打っておきたい。もう単純に突っ込むしかないんじゃないですか。しかし私もどうしていいか。なんでみんな悩んでんの。正面からぶっ倒せばいいんじゃないの。俺もそう思う。陣平くん、今までそうやっていろんなことを解決してきただろ。何者からも逃げずに立ち向かっていく、それが俺たちの作戦だ。兄貴、言われてみると確かにそうよね。なぜそんな風に思えなかったんだろう。作戦を立てるとか言ってここに来たけど、僕たちはどこかで正面から正々堂々と行くことは恐れてしまっていたのかもしれない。あいつは俺たちを待っている。もたもたしていられない。ならばお前たち早急に足早にアズスガルでピラミッドに向かうのだ。わかりました。金に君は残りなさい。奴らもここまでは手が出せんはずだ。はい、わかりました。あの会長、お気をつけて。ああ、サンポたちは必ず救い出してみせる。待っているエイリアンども、この代償は高くつくぞ。ではピラミッド突入しましょう。おお、なんかこんな風になってるのは本当にピラミッドだね。とかなんかひんやりしてんな。エイリアンども姿を見せろ。約束通りメダルを持ってきたぞ。いた。やはり来たか、バカな奴らだ。なんだと。来いって言うから来たんだろ。それを愚かだと言ったのだ。お、何？これは罠。貴様、取引はどうした。バカ正直に正面から堂々と来てただで済むと思ったのだ。これで終わりだ。お前たちのちっぽけな正義は露と消える。そしてそれはあのお方への忠誠に変わるのだ。どうする。どうもできなかったのかい。あっけなかったな。がっかりだぞ、地球の虫けらども。どう？終わった？ああ、余裕だ。おめでとう、宇宙最強の傭兵さん。それでどうなったの？やつらの記憶をいじってやった。これからが見ものだぞ。そうなんだ。でもこれくらいでやられちゃうようでは困るのよね。なんだと。なんでもありません。どういうこと。まあいい。我々はYサークルとやらの調査を進める。メダルはお前にくれてやる。その上から目線ちょいイラつくけど、今日のところは許してあげるわ。
ンちゃんはちゃんと期待通りの働きをしてくれたわけね。さあどうする？この窮地を乗り越えられるかしら。なんだろう、ナイは味方なのか敵なのかわからんな。味方かも。どうだろうね。あれ、陣平だけ。陣平、しっかりするんだど。やっと起きたか。いつまで寝てんだこの寝ぼすけ。マゼラ様万歳。え？はあ？マゼラ様万歳。マゼラ様万歳。俺はマゼラ様に永遠の忠誠を誓う。マゼラ。誰それ？ジンペイ君は。どうやら敵に洗脳されてしまっているようだね。洗脳だって？めんどくせえな。どうにかして陣平君を引き戻さないと。このままじゃ僕らも危ないかも。陣平が襲ってくるってのか？そんなの腕嫌だ。彼の頭の中に何か強いインパクトを与えることさえできれば。どうするの？インパクト？衝撃ってことか？なら簡単じゃねえか。こうすりゃいいんだよ。大丈夫なのこれで。どう？マゼラ様万歳。ダメだ。マゼラ様万歳。あれ、ダメか。三人で力を合わせて攻撃してみるっていうのはどうかな。おお、それなんか面白そうだぞ。やってみるぞ。なんか姿が変わった気がする今。この方法で他のみんなを直さんといかんのね。何？そうなのか？助けに行くんだろ。あたいのことはいつでも呼べよ。おでも手伝うぞ。僕のことも忘れちゃダメだよ、ジンペイ君。おう、ありがとな、お前ら。よーし、待ってろよ、みんな。今行くからな。よし、行こう。んではピラミッドの中のクエストにな、お、なんだ、開けれるの。おお、こんな大きいのにそんなしょぼいものしか入ってないのか。そうかそうか。とりあえず、あ、敵レベル200、大したことないね。じゃそのまま行きましょう。敵は襲ってこないって書いてあったけども、もう普通に倒、あー、いいか。レベル200ごとき倒さなくても。ちょっと待って、でもここにあるんだよな、旗が。ということは倒さないとダメってこと？うん、多分倒すと仲間がこう戻ってくるとかかな。まあやってみましょう、サクッとね。ほら、一撃かい。で、あ、なんかワイワイってある。ほら、ポチッとな。ありました。開ける。誰か入ってんの？マタロウだ。マゼラ様万歳。マゼラ様万歳。おお、マタロウ、無事だったか。マタロウ、それは誰のことだい？え、お、一人一人戦っていくのか。たまたま。どういう意味？たまたまマゼラ様に見出され、たまたま戦士に選ばれた、たまたまの男さ。
僕の人生は所詮たまたまだ。だから偉大なるマゼラ様に捧げるんだ。何言ってんだ。おい、ちょっと目覚ませ。おい、しっかりしろって。うるさい、侵入者は排除だ。よし、もうぶっ倒してやろう。レベルはいくつ？ああ、わからんか。いやいや、大したことない、大したことない。全然大したことないじゃん。もうむしろ普通に通常状態のぶん殴りで全然いけるじゃん。余裕余裕で、おっと、ローリングスクリューも所詮そんなもんか。で、余裕すぎ。レベル差がありすぎるからね。まあ仕方ない。なんだこの気持ちは。僕は思い出すんだ。お前はタマタマンなんて名前じゃない。俺の友達、玉田マタロウだ。よっしゃ。僕の名前は玉田マタロウ。思い出したか、マタロウ。違う、僕はたまたまマゼラ様に選ばれ、たまたま戦士になったたまたまの男。まだわかんないのか、マタロウ。この世にたまたまなんてない。あるとすればお前の股間にぶら下がっているものくらいだ。そうだ。なんかそのセリフ聞いたことがあるような気がする。そりゃ YSB クラブに入ったのはたまたまだったかもしれない。でもお前が今日まで俺たちと一緒に戦ってきたのは嘘じゃないだろ。思い出せ、マタロウ。宇宙人なんかに操られんな。思い出すか。気合で打ち返せ。逆転満塁ノープランだ。違う、それを言うなら。戻った。それを言うなら逆転満塁ホームランでしょ。そうだ、お前はずっと言ってただろ、風呂に入りたいって。それヒーローになりたいでしょ。お前のじいちゃんだって言ってんだよな、徒競走で工夫しろって。徒競走、工夫、どういう意味だ。努力して工夫しろ。ああ、そういうこと。あれ、この感じ、なんか僕。戻った。よかったな、マタロウ。よっしゃ、よくやったぞ、マタロウ。僕、どうしたんだろう。お前は多分、千の海をされたんだよ。どういう意味だ。あ、千のだ。されてたんだね。チンペイ君、ただいま。よくぞ戻ってきた、マタロウ。次誰だ。開けます。キュービ先輩か。マゼラ様万歳。マゼラ様万歳。キュービ先輩、見っけ。何者だい。さては君、侵入者だね。え、なんだよキュービ先輩、俺の顔忘れちゃったのか。僕はマゼラ様のような高貴な人間としか話したくないんだ。君みたいなどこの馬の骨とも知れない輩と関わりを持ちたくはないな。やっぱり来るか。なんてこった、キュービ先輩がおかしくなっちまった。いや、もうおかしくなったのは分かってたでしょ。俺のことが馬の骨に見える。そこかい。物の例えに決まっているでしょ。これだから教養のないチンパンの相手は嫌。チンパンって言うな。さあ、僕の華麗な技で地獄に誘ってあげましょう。ちょ、たまたま、うわー。まあまあまあ、マタロウと同じくサクッとやっちゃいましょうか。通常攻撃でいけるっしょ。忘れちまったのか。あ、通常攻撃でこの減り方4桁。
もう紫の前もそんなダメージないし、大丈夫大丈夫。ヘイ、うん、紫の前の時、いやまあ寄ったとしてもダメージ全くないしね。おいおいおい、デイ余裕すぎ。でも経験値持ってるな、経験値持ってる。これは何かが目覚めたか。の中に浮かんでくる。キュービ先輩、何ですかこの感情は。胸が締め付けられるようです。頭の中に一人の女性が。あそこね。それってもしかして、よし、一体誰なんですか。なぜ僕の心にこんなにも大きく。これは、ああもう行っちゃおうかな。誰にも言ってなかったけど、実は俺もうエンラ先生のあれを手に入れたんだよね。あれってなんだ。あれとはなんだ。それに貴様がエンラ先生のあれを手に入れられるはずがない。僕は何を言ってるんだ。よく聞け。しかもだ、俺はなあれを直接ああしてもらったんだ。どういうことだ。バカな、貴様ごときがエンナ先生にあれを直接ああしてもらえるわけがない。ちょっと待て、さらに僕は何を言ってるんだ。はっはっはっは、残念だったな。もう俺とエンナ先生の間にお前の割り込む隙間などない。ドーンドーンって言った。なにー、そんなものはデタラメだ。お、戻ってくるか。戻ってきた。いい加減にしたまえ、ジンペイ君。僕がそんな嘘に引っかかると思うのかい。エンナ先生が君のようなチンパといい関係になるはずがないんだ。お、チンパンってまた言った。なんだと、そんなのわからないじゃないか。わかる、エンナ先生のことを誰よりも知るこの僕にはね。なーに。とはいえ、どうやら僕は何かの術にかけられていたようだ。解いてくれたこと感謝する。こんなことは早く終わらせて、早くエンラ先生に会いたい。残念だが、会うのは俺が先だ。そこは譲らないよ、ジンペイ君。じゃ、今は休戦して終わらせに行こうぜ。あった、誰が入ってる。おお、コマ君。誰？ここはマゼラ様に忠誠を誓った人以外立ち入り禁止だよ。僕たちの時と同じだ。コマ君も洗脳されてるんだよ。何をやっても中途半端でダメだった僕をマゼラ様は拾ってくれた。そのご恩に報いるためにも僕は頑張らなきゃいけないんです。やっぱり来るか。マゼラ様に逆らう人は許しません。さあ覚悟してください。コマ君やる気だよ。どうするの、ジンペイ君。決まってる、俺たちでコマ君を取り返すぞ。行こう。まあ3人になったし余裕でしょう。いや、むしろここ仲間取り戻すのすごい余裕なんじゃない。ああ全然余裕。変身するまでもない。コメットビームも多分食らっても大したことないと思う。無重力ハンドはちょっと、おっと、メディカルもするのか。やるね。おっと、無重力ビームはやっぱ100ちょっとは食らう。でもたかが100ちょっと、余裕です。レベル差がありすぎですよ。また
思い出した？コマくん、俺コマくんに謝らなきゃいけないことがあるんだ。え？今までずっと怖くて言い出せなかった。でも勇気を出して言うよ。ジンベイくん、何を？実は俺、コマくんが大事に取っといた最後のプリン食べちゃったんだ。それマタロウもやったよね。それ僕のプリンじゃん。そうだったのか。あれ、あれじゃないよ。あれほど食べないでって言ったのに。いやー、悪いマタロウ、我慢しようと思ったんだけどさ。ほら、我慢は体に毒って言うだろ。いや、反省の色なしかーい。おお、結構早めに帰ってきた。しょうがないよ、マタロウくん。だってそれがジンペイくんだもん。コマくん、コマくん、元に戻ったんだね。うん、やったぜ。やっぱこの3人じゃないとな。そうそう、コマくんがいなきゃ。僕、今日改めて思ったよ。2人が友達で本当に良かったって。へへ、当たり前だろ。僕たちは何があっても、いつまで経っても友達だよ。うん。はい、ということで今日はピラミッドに潜入して、ちょっと洗脳されちゃいましたけどね、なんとか3人取り戻すことができました。残り、4人かだね。残り4人、まあ、サクッと連れ戻しに行きたいと思います。チェックをよろしくお願いいたします。そしてチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。